皆さんこんにちは。はい、お戻りくださりありがとうございます。今ご紹介してくださったようにアメリカで訪問させていただいています。引き続き皆さんお呼び覚えていただければと思います。で、私はちょっと今年はですね、今年というかこの時期は非常に個人的にも大きな節目を迎えました。それは義理の両親が2人とも天に帰ったんですね。それで皆さんとはちょっと若い方にはちょっとあまりか かけ離れているようなことと思われるかもしれないんですけれど、両親のこととして神様がしてくださったことをお明かしさせてもらいたいと思います。じゃあお願いします。天の父様、お明かしを感謝します。主が語らせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。母がですね、くも膜下で倒れたことを通して両親がイエス様を信じるようになったんですね。そしてその年 のイスラエルチームに父が参加したんですけれども、その時に神様がですね、このチームに参加した人たちはリバイバルの器ですって言われたんですね。でその時に父は78歳で、父も参加してましたけど、神様、そんなことはないんじゃないでしょうか、もう父は78で、って半信半疑だったんですけれど、その後も父はですね、本当に神様の御心を求めるっていうことを神様に教えていただいて、父の祈りは賛美、歌手賛美になっていますけれども、愛する天のお父様、ちょっと歌わないと思い出せないですが、イエス・キリストを信じ、今日も、悔い改め御心を求め、全てに感謝っていう、その祈りを歌詞に、がなって賛美になっていますけど、いつもそうやって祈っていました。ですからイエス様を信じて御心ができるようにというのが父の願いで、そして過ごしていましたけれども、一番やっぱり両親にとって良い形になるのには、施設に入ってケアを受けるということになって、それまで私も個人的に介護というかお手伝いとかをすることもさせていただいたんですけど、最終的には2人とも施設に入って行きました。さて、そして施設に入ってですね、体もそんなに自由は効かなくなってきていて、そして神様の御心と使命が父にも母にもあるはずですけど、神様、これで父と母は何の使命とか、とにかく神様、天に行くのは私よりも早いんじゃないかと思いますから、神様、父と母が使命を全うして天に帰れますようにということもこう祈りしていたんですね。そうしましたら、それからリバイバルが始まったっていう御言葉が与えられて、本当に私は驚きました。78の時にリバイバルの器ですって語られた父たちがまだ存命で、そして施設に入っていましたけれども、教会の働きとかいろいろなことのために祈ったり取り出したりしていまして、あ、神様が言われたことは本当に真実だった、私はちょっと疑ってましたけど、すみません、リバイバルのために父も母も祈りを通してまたいろいろな形で用いてくださっているんですねって言って感謝してたんですけれども、その後父も母も施設に入ったことを通して賛美隊の働きがそこで開かれて、調布、三鷹市、三鷹台、それから杉並区といっていろんな箇所でですね、賛美の働きが開かれて、賛美隊が本当にこの毎回行くことができてですね、そのことを通して父と母が入所したことを通して、そこに入所されている方や通所で来られている方々に神様のこの福音が届いてですね、あ、そういう形でも用いられるんだと思ってですね、神様の真実を本当に感謝しました。そしてですね、父も母も昨年度天に帰ったんですけれども、教会のこのアンテオケの教会の会員として、キリスト教の葬儀をしていただいてですね、の前夜式、納骨式、前夜式葬儀とこう毎回クリスチャン の葬儀の中で、親族はほとんどノンクリスチャンだったんですけれど、本当に神様が触れてくださって、もう一人の神道の堅くななおじおばは、イエス様を信じるなんてお祈りはもう決してしないだろうと思うような者たちもですね、イエス様を信じるという告白を本当に導かれてすることができました。そしてその時に語られたのはですね、一粒の麦、もし
麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。母の葬儀の前にはその言葉が語られましたけども、本当に神様が最後の最後まで命も用いて、人生を用いて、神様の働きのために両親を用いてくださったということを覚えて神様に感謝しています。さらにこれからも子どもも御心ができるように祈っていただければと思います。お祈りします。神様、皆を賛美します。あなたのご真実とご愛を本当に褒めたたえます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。